皆さんようこそプレイス M へいらしていただきありがとうございます。今回はですね、このプレイス M は時々こういうイベントを、やってたんですが、コロナで3年ほどほとんど、こういう機会がないんですけど、今日久々に、皆さんが集まっていただいた、イベントとなります。それで、清里のヤングフォトフォリオっていう開館当時からのその一本の大きな柱として、細井先生が、の企画で始まったものですけど、今回は何回目でしたっけ？6？2020年、去年の分で、去年だよね、2022年度の、応募していただいて、そして選ばれた人たちです。全部で24名、それぞれ、そうですね、平均したら5点ぐらいかな、6、7点ぐらいの作品が美術館に収蔵されました。で、これからこれはサテライト展といってですね、告知のようなもので、3月から2ヶ月ぐらい、清里の美術館で皆さんの作品、全部ですね、多分100点超える作品が並ぶかと思います。で、その時にまた季節もいいですので、清里はぜひそちらへいらしていただきたいと思います。そしてもう一つですね、ちょうど明日から今度は今年度分の募集が始まります。年齢制限があるのがちょっとなんですけど、35歳以下の皆さんは誰でも応募できて、まず写真データですので、簡単に応募できます。それから選ばれた人が第一審査通って、それでプリントを送っていただいて、そのプリントを3人の選考委員が全部見ます。2日ぐらいかけて見て、それでこれを買い取ります。これはダメですってことはっきりそこで判定してですね、そして収蔵されて展示されるっていう、それは来年になるのかな、今年の審査分は秋か。そうね、審査員はですね、今年は今美智子さんと野口里香さん。野口里香さんは去年と今年って2年間やっていただくんですね。で、今年からさあのむかで前高田アントワン・ダカタっていう人が2年やって、もう終わって、今度今野さんが来ますね。2年ずつ交代、そして僕と3人で審査をします。で、これが面白いやり方で、3人シール貼らないと買い取ったってことにならないんですよ。だからなかなか厳しい。みんな2人、いい写真は大体みんな同じ認識です。ただ3人がみんないいってなかなか難しいですよね。そこで選ばれたっていうことは、僕はね、すごいなと思います。こういうことには、なんか偶然ちょっといいよねとかっていうことは全く通用しないです。3人が心一つにしていいなっていうことってなかなか難しい。そのハードルがあります。そしていいとなったら、最低でも3点5点応援する意味でですね、買い取って、そしてまた次の年も35歳以下ならば何度でも応募できて、美術館がすごいのはですね、一人の人の作品を最初に買い取ったら次の年も注目します。皆さんもまだ時間があるんでしたら、どんどん応募してもらいたいと思います。審査の時に並んだ時に美術館側からそう説明があります。この方は去年何枚買い取られましたとかね、この方は昨年2年前にすでに買い取られましたとか、それは僕からするとですね、すごく有利です。そういうふうに長く見ようとしてるんですね、その35歳までの間に。だから若い人は10年ぐらいもうどんどんそういう人もいます。10年後には多分何十枚も
その美術館にコレクションされるってことですから、まあ、ハードルは高いですけど、ぜひ2度目、3度目お願いしたいと思います。さて、皆さんマスクしてるからよくわからないけど、一人一人ちょっとね、自己紹介、お名前とね、この写真だってこう言ってほしいんだけど、どうぞ、あなた。マイク通して。石間秀也って言います。今回は6点収蔵していただけて、写真はどこかな。あ、こっち。そこに、ちょっと今ちょっと角度で見えないんですけど、モノクロの大全紙のサイズの写真を、今回は40点、応募して、でその中6点収蔵していただきました。初めてですか、今回の。は初めてです。はい。で、そうですね、昨年プレス M で展示をさせていただいて、でその中から40点、今回応募させていただきました。はい、じゃどうぞ。はじめまして、前川光平と申します。今回は、6枚作品を、購入していただきました。写真は、これですね。この不穏な写真なんですけども、これかかしだね。かかしですね。かかしですね。何と言いますか、まあ、かかしだったり、人の形をした彫刻だったり、そういったもののイメージが6枚買っていただきました。前川さんは前から収蔵されてる。今回3回目が通りまして、ブックの表紙にもなってますね。あれですね、青いブルーシートのやつですよね。そうです、ああいうものをテーマに。そうですね、ああいう、あれは 1回目と2回目はヤードシリーズといいまして、いわゆる、そうですね、軒先、多分皆さん見たことあることもあると思うんですけども、軒先にいろいろ人形だったり文字だったりっていうものがものすごい囲まれている家とかがあるんですね。それを、取り集めて、プリントしたものが、ヤードシリーズ、僕はヤードアートって呼んでるんですけども、その1回目の時は14枚ぐらい買っていただきまして、で2回目は6枚7枚買われまして、で今回ちょっとヤードアートとして出したんですけども、選ばれたのがちょっと、いつもとはちょっと違った選ばれ方をしたなという感じですが、これはこれですごく面白い選ばれ方したなと思います。こういう写真は、これ家の玄関の前にこういう、まあ、飾ってるんだよね。そうですね。僕は見たことないんだけど、こんなに何点もあるんですけど、写真見たらあちこちにあるもんじゃないよね。いや、あそこにありますよ。あるの？ありますよ。そう、まあ、これ、まあ、一つのテーマにずっと取り合う。これはさ、何？ちょっと枚数わからないんですけど、てか種類はちょっとわからないですけど、撮影枚数的には今現在600枚近くいってるんで、少なくとも600件ぐらいはその辺にあるっていう。600はないと思うんですけど、多分まあ400とかぐらいはいってると思うんで、まあ、まあ行けば当たると。もともとピザ配達の仕事してまして、でそのバイクで走ってる最中にそのいい、ね、変な家をいろいろ見つけまして、それに興味を湧きまして、でそれで仕事終わった後に、撮影してフラッシュ焚いて撮るっていう作業してて、そしたら何か変なものができたぞと。一石二鳥じゃん。一石二鳥じゃん。金も稼げて写真も撮れてそうなんです。っていうのが、まあ、このいわゆる作品を撮るきっかけとなった出来事でございます。いいですね、そうやって そういうことを、まあ、テーマとして見出す、でね、さっきちょっと言ったことで、今回も出したけれど弾かれて違う写真のタイプに選ばれたと。これは僕もその現場にいたんですけど、同じものをね、ある程度は見たいって言うけど、ある時からもういいよねってことになるんですよ。だから我々写真を撮る側もテーマはしっかり持たなきゃいけないけど、飽きられる時が来るわけ。その時は結構大事で、そこで終わらせるか、何かそれに付随した展開ができるかできないかが、その作家 の力問われる場面だと思う。だから
着地って僕言ってるんですけど、ここで着地しようっていう自分も勇気を持ってできるかどうか、大事です。終わらせるも取らないってことでしょ、取り切ったかなっていうことですよ。そういうことだと思う。だからその辺考えてみてください。ありがとうございます。どうぞ。はじめまして、石田と申します。僕の作品はあっちにある、青い髪の手がこうなってる写真なんですけど、今回収蔵していただいた作品の中の一つが作品で、で今渡していただいたんですけど、この冊子に収蔵された作品すべてが載っているんですけど、僕は人物を撮ったものが割と多くて、人物以外を撮ったものも応募作の中にはあったんですけど、今回収蔵していただいたのはどれも人が写っているもので、僕は撮りたいなって思う人がいたら撮らせてほしいんですって相談して、後日場所と日時と服装を決めてまた集まって撮らせていただくっていうことを手段を取ることが多いです。はい、今の写真ね、この表紙にしようかどうか検討されました。ここってことですか。ここのそこに。まあしょうがない、一点しか、ね、はい、それともう一つ、高田さんがすごく褒めていた。ありがとうございます。ここにも、アントアンダガタさんのコメントが あるんだ。載ってますね。うん、はい。面白いって言ってました。なんか写真って翻訳する必要がないので、海外の方にもそうやって見ていいなって感じていただけるのはすごくいいですよね。なんか海外の方からこうコメント、僕はその自分自身はアントアン・ダガタさんとこの通訳の方を介さずに会話ってできないですけど、作品通してだったらそうやってすぐに通じ合えるっていうのはいいなと思います。次の方どうぞ。Hello, my name is Sunju, and I'm a photographer based in Vancouver, Canada. I submitted 10 photos this year. This is my first year submitting, and it's the one photo in the corner there. その人が立ってるやつ、Yeah, so these photos were taken 1 to 2 years ago, and I feel like my work has changed a lot since then, and I feel like it's been changing pretty much every year. 写真は1年、2年前に撮ったものなんですけれども、写真撮り始めてから自分のスタイルというのはすごい変わってきていて、もうすでに今年は違うスタイルの写真を撮るようになったなと。I've always been drawn to shooting people, and it's been my goal to create work that feels timeless and that reflects who I am as a person. これ、フィルムですか？I've been shooting film for the past 3 years, and I just switched to digital last year. この写真は？ Film. で、これ反転してます。反転って言うんですけど、ネガティブプリント。I inverse the grayscale, the blacks and the whites. 反転しました。なるほどね。反転するとね、レントゲン写真みたいな、なんか、まあ、雰囲気があって、すごくドキッとさせられました。すごく綺麗なプリントです。Yeah, so I just want to thank the Young Portfolio Project for this opportunity. It was my first time submitting work and having my work exhibited, so thank you. Thank you very much.いや、すごいですよ、本当すごい。ありがとうございます。
どうやってこの企画を知って応募したんですか？It was really random. I was just looking at photography competitions and I went down a rabbit hole of links and then I just stumbled upon this competition. Ah, なるほど。I thought it wasn't real. I thought it was a scam. But yeah. Turns out it was real and I'm very thankful for it. あの友達にね、みんなに応募してって言ってください。うん。ぜひ。ありがとうございます。いろんな国のいろんな場所の写真が見たいんですよ。どうぞ。小松桃子と申します。一応ギリギリ見える位置にあるんですけど、あの海を背景にした後ろ姿の女性を写したものを今回展示していただきました。まあ初めての応募で、あの作品は結構前に制作したもので、私が卒業制作に作ったものになっていて、そうですね、あの作品はワンウォールに出して、最終審査で発表させてもらったものになっていて、なんだろう、その今回応募するきっかけになったのが、その自分の恩師に、そのこれまでその自分が、なんだろう、結果を残してきたものの作品は評価されるっていうのを言っていただいて、今回応募させていただきました。そうですね、うん、はい、写真に限らず大体ほとんどの作品ってそうですけど、どっかで評価されたものっていうのはなぜかじゃないんですよ。確実に他の、ステージでも評価される可能性が高い。なぜかっていうと、同じ、まあ、芸術って大げさに言うけど、その言葉っていうのは通じるんですよ、うん、通じないといけない。ここで評価されて、ここで全く評価されないことってあるけど、そんな全くってことはなくて、必ず共通した、まあ、横串刺したような、一つのなんか、その写真なら写真の言葉っていうのがあって通じるわけですね。音楽の音楽もそうなはずだし、もしかしたら音楽の言葉と写真の言葉も理解できる人がいますよ、たくさん。理解できないと芸術って言えない と,、うん、ということ で、その恩師がそのことを言ったんじゃないかなと思うんだけど、だからね、実際にこういうことなんですよ。ニコンサロンというところがあります、ギャラリー。結構ハードルの高い公募展、そこに出して、ね、落ちてがっかりした人がいるんですけど、僕はその人にね、言ったことがあって、そのニコンサロンは新宿東口にあるんですけど、そのまま西口のコニカギャラリーがあるから、ね、駅突っ切ってその写真をこっちに応募しろって言ったの。そう、こっちで合格するわけ。ね、展示もしました。それは写真が悪いから落ちたんじゃなくて、いろんなその主催者の事情もいろいろあるでしょ、うん、そのことで落ちたからがっかりすることじゃなく、いろんなとこで、いろんなステージで見てもらうのって大事だと思うんですね。でましては1個評価されたら、必ずどっかのステージで評価される、うん、だろうっていう。まあ、また出してください。はい、ぜひ出させていただきます、それと他のとこにも出して。そうですね、うん、はい、今新しい新作も作っているので、うん、またなんかいろいろ出せたらいいなって思っています。ありがとうございます。はい、鈴木隼人です。写真が写真に絵を描いてるものになるんですけど、去年のこのサテライト展の後に、
個展やらせていただいて、でその時に瀬戸さんからヤングポートフォリオを教えていただいて、今回応募して4点買い取っていただいたという形です。写真にあの絵を描いてるんだよね。そうです、実際に絵を描いてるです。高田さんが面白がってましたよ。本当ですか、うん、嬉しいですいいんじゃない、うん、どうぞ。はじめまして、中野翔太郎と申します。今回、こちらの面に掲げられている写真合計2点を購入させ、購入いただきました。これは、私は、まあ、温泉地を撮ってるんですけど、それの、湯の花みたいなところをクローズアップにして撮った写真です。でもう1枚今回展示されてない写真も、湯船の、まあ、ちょうど縁のところをクローズアップして撮った写真が購入していただきました。2枚、3枚、2枚です今回、はい、この大きさで応募してくるんですから、とても目立ちました。応募してきたのもっとあるよね。合計30数枚ぐらいですかね。すごい多くない？すごいですね。プリント代大変だから。でも一度展示をしたいものを、まあ、再利用するして、まとめて応募したんで、うん、この写真も表紙に検討されましたはい、じゃあ次行く。くのりさと申します。今回40点応募しまして、奥の壁にある、家の中に、木がある写真を、購入いただきました。で、合計4点、購入いただいてます。で、ちょっと今年最後、応募の年だったので、ちょっと欲張って、過去に、発表した作品のモノクロも10点、応募しましたが、そちらの方は購入いただけませんでした。で、去年も、応募したんですが、その時は30点応募しまして、4点購入いただいてます。で、その時も、まあ、木をテーマにして、まあ、撮影をしていまして、で、もともとモノクロで撮るのが結構好きだったので、ずっとモノクロだったんですが、ちょっといろんな、まあ、コンペ、ワンウォールとかもなんですけど、まあ、応募して、いろんな方からちょっと意見をいただいているうちに、ちょっとモノクロが合わないなっていうのと、フォーマットが、スクエアの方が合ってるなっていうことに、ちょっと、まあ、気づいたというか、まあ、意識が、まあ、変わっていって、で、今回の清里ではこういった形で、提出をしました。で、大きさは24-30なんですけども、今回の作品は今後展示をしていきたいなっていうこともあって、ある程度大きいもので、応募をしています。で、清里に、提出させていただいてから、まあ、購入が決まって、で、ニコンサロンの方にもちょっと応募をその後、まあ、続けてしまして、個展の開催が、運よく決まりまして、今月の、1月17から、新宿のニコンサロンで、展示することに、なりましたので、よろしくお願いします。ぜひ皆さん来週、再来週かな、見に行ってみてください。まして、宇月梨沙と申します。今回は50点応募して6点収蔵いただきました。こちらのモノクロの写真になります。現実と非現実の境目、淡いの表現を目指して、有名というタイトルでライフワークとして取り組んでいる作品になります。
去年8月にニコンサロンでも個展を開催させていただいた LINE の作品になります。初めて応募させていただいて、今年と来年しかチャンスがないので収蔵いただけて大変ありがたいです。もう一回ある？あ、来年も鋭意制作中です。よろしくお願いします。いえ、はい、ありがとうございます。あ、どうぞ、こうぐるぐるっとどっか回してこっち戻してみろ、コード。あの、全く初めてな、こう公募展に出したっていう人、初めて、初めて出した、はい、今までじゃあ皆さんは何回か出したりしてる経験がある。そうなんだ。初めて出してる、どう？でもなんかこのなんかコンペってあの作品を競うみたいな感じではないじゃないですか、清里。なんか順位をつけるみたいなものじゃなく、なんか単にそのいい作品が収蔵されるっていう、うん、でその中でなんか順位をつけないっていうところがすごい自分の中でなんだろう、しっくりきたっていうか、なんかそれがすごい良くて、うん、で出させてもらいました。あのね、あの選考会を通してあのいつも感じることですけど、選ばれる人は当然ですけど一部なんですね。ね、まあそれは良かった。だけど僕いつも気にしてるのはこの2番手の人、いいんだけどここ入らない。でも写真はいいんだよね、いいんだけどどうしてもまあ枠があるので落とすしかない。この人たちをどうやってその拾い上げるかっていうのをずっと思ってるんですね。難しいです。じゃあよくコンテストで5なんていうの、第1位2位3位とかっていうやり方あって、佳作に50人もいて、なんか同時が救いたいっていう昔ながらの手法がありますけど、まあ、そういうことじゃなくてですね、あの例えば落ちたけどすごくいいよっていう応援の仕方ができないかというふうに、まあ、思っていて、で美術館側に提案してます。美術館のその本会場、展示会場と別にロビーがあるんですね。入り口の広いですよ、ここより全然。そこに今、まあ、壁も設置して、そこにその皆さんの、あのもし展示したいならどうぞっていう形で、あの例えば一人このように1点でもいいと思うんですね。それも見てもらいたいわけですよ。選ばれた人は素晴らしいけど、それだけ写真ってそれだけじゃなくて、その周辺に見方をちょっと変えればすごくいい写真があるっていうことを言いたいんですね。なのであの美術館のいろんなこう施設内にあのコーナーがあるので、そこをね今後その展示するスペースなどを考えているところなんですね。だから今年、まあ、去年になったけど、例えば高校生のワークショップを地元のですね、山梨県近辺開催して、それでその選んだ写真を、まあ、展示してもらうと。で高校生たちが来て自分たちで展示してとか、いろんなあの企画を考えています。それとですね、あのここプレイセームっていうんですけど、35年やってきています。日本で一番古いこういう自主ギャラリーというのは、僕ら自分で運営している写真ギャラリーとして一番古いです。で、もうコロナ中なんですけど、1年も2年近くなるんですけど、横浜にもプレイセームってあります。あのオーナーの方があのギャラリー開きたいっていうん で僕らが全面的に協力して名前もあの使ってもらって、プレイセーム横浜ってある、ね、そこはあの若い人たちを応援するその場のとして、まあ、いろんなことも考えています。で皆さんもある程度展示するボリュームが必要ですけど、あの展示したいという気持ちのある人はぜひあの持ってきてほしいんです。こちらで受け付けます。そしていいなと思ったらあの横浜の方に提案して展示ができるようにあのしようかと思うんですね。まだ新しいギャラリーなので、あの今のうちまだまだこう空いてたりするので、ぜひあの
展示したい人は申し出てください。それとその同じことですけど、美術館のその外のロビーのスペース、そこでは展示したいって言ったら本当にね、申し出てほしいの。検討いつもしますよ、うん、そしていろんな写真があの美術館の中でこう流れるようにですね、あのどん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 展示してはあの続けていく、なんかそういうあのことをするためには若い皆さんのね、その力っていうかね、表現したいっていうその意欲をあの欲しいですね。ぜひそのなんか全然格式張ってませんので、あのどんどんやってほしい、うん、それで自分のなんか道をね見出してくれたら一番嬉しいですね。そういう、まあ、場にあのしてほしいと思うんです。さて、あと何か皆さん聞きたいこととかあれば。はい、どうぞ。カメラマンをやってます武藤と申します。展示は宇月さんと一緒にご案内していただいてあの拝見いたしました。質問が2つあって、あの、まあ、ちょっとあの時間の都合とかもあるので、まあ、あの可能なところで、まあ、1つもしくは2つ教えていただければと思うんですけど、制作とか撮影をするって常に選択の連続だと思うんですよね。でまずあの今デジタルとフィルムってこう選択できる状況にあって、例えばそれあえてあのなんかその使う理由というか、あのただただイメージが手に入れたいんだったら今だったらデジタルカメラが非常に効率的だとは思うんだけど、まあ、この中で、あえてフィルムを使ってる方はなんでそれ使ってますかっていうのが質問の一つと、あとなんかいろんな対象っていうか、世界には人がいて風景があってあの花があったりとかすると思うんですけど、あのその皆さんがそれを撮ってる理由とかちょっとねあのあの お伺いできたらと思っていて、無理のないようにお願いします。どう答えられる人、今の質問聞いた、どうぞ。あ、まずフィルム君使ってるね、どう。自分は主にモノクロのフィルム使ってるんですけど、フィルムの選択自体は、一番最初もらったカメラがフィルムカメラだったっていうのが一つ大きくて、でずっとそのカメラを使い続けてるので、まあ、フィルムを使ってます。で、モノクロの写真自体は、まあ、今回広島県の尾道を撮った写真なんですけど、なんか尾道ってあの空き家だったりとか、あとすごいあの古くから残ってる建物が多くて、で街自体もそれを残そうっていう意識がすごくあって、で個人的に60、70年代ぐらいの雰囲気がすごい残っているので、でモノクロ写真っていうのを選択しました。フィルム、あ、じゃあ逆にフィルムで撮ってる人いる？あ、ちょっとフィルムについて答えてみて。私は基本的に、スマホだったりデジタルだったりフィルムっていうのをいろいろ使い分けてはいるんですけど、主にフィルムをやはりメインで使ってはいるんですけど、その理由としてはあのなんだろう、すごい私の中の感覚的なものになっちゃうんですけど、デジタル写真ってこう上がってくるものって基本的にもう綺麗でほぼ完成されてるようなものじゃないですか。なんかそこから手を加えるものって特に私からはないなっていうのを思っていて、そう思った時にそのなんだろう、私はフィルムをあの手焼きではなくてあのスキャニングしてあの新しくデータを作っているんですけど、そのなんだろう、フィルムっていうその物理的な媒体から自分で新しくデータを一つずつ作り込んでいくっていうその工程がすごく好きで、で今の自分の作品にその工程はすごく必要なものだなっていうのがあって、フィルムを使って制作をしています。でもスキャンしたりしてデジタル技術も使ってるっていう。そうですね、なんか一つのものに こだわるのではなくて、なんかいろんな工程を使ったりとか、そのちょっとその作品を一つ作ることにちょっと複雑さを含めたいっていうのもあって、いろんなものを使って作品を作っています。
どう、うん、もう一人いたね、フィルムの人。僕は、あ、なんか撮った写真をすぐに見たくないっていうのが結構大きい理由で、写真撮って現像したりとかっていう工程挟んでこう見ると、うん、なんだろう、なんか、あ、こんな感じだったなっていうのとか、こんな感じで写ってたんだなとかっていう、そういうなんか認識的な部分でこう、まあ、すぐ確認できない方が、うん、いいなと思えるからフィルムで撮ってますです。どっちだっけでしょ。ああ、フィルムだね。私の場合は何ですかね、大判を8x10 を使ってるんですけど、撮ってる対象が地球っていうか温泉で、すごいエネルギーがあるものなので、それを写し取るにはまあ、デジタルの中盤とかよりはもっと解像度が高い大判の 8x10 を使って、なんですか、もっと物質感だったりとかっていうのを撮るっていうのがまず一つあって、でもう一つがなんていうんですかね、純粋な写真っていうんですかね、ストレートにその色だったりっていうのを自分のなんていうんですかね、変なカラーコントロールだったり、そういったこの制御ができないところのところでっていうのがあるので、そのフィルムの中でのその範囲の中での色の調子だったりとかっていうのの方がより自分の見てるもの被写体に近づけるんじゃないのかなっていう思いもあってフィルムを選択してます。こういう言い方あるよ。地球から湧き出てる今、なんだっけ、物質、鉱物、地球から湧き出してる鉱物を取るには銀を使って取らなきゃっていう思いをって言えば、そう、そう言いますね次からね、ちょっとかっこよくないかと銀で受け止めたいっていう、うん、まあいいですね。あと僕が聞いたのは、これは本当の現実だと思うんだけど、デジカメ何十万もして高くて買えないで、フィルムカメラとりあえず安い、ね、フィルムは高いんですよ。でそれで撮ってる若者はの話はよく聞きます、うん、いきなり20万30万のお金ないから写真撮りたいんだと、もう1万もしないカメラがあるフィルムで、うん、それで撮ればいいじゃないかっていう、切実にそういうふうに言う人もいますね。でもう一つね、考えてみて皆さん、フィルム高いだけどデジタルが安いわけじゃないの。カメラ高いしパソコン高いし、ね、フィルム代の分 ないっていうけど、よく考えたらこっちの方がお金使ってんじゃないかと思うんですよ。それ何年かしたらメーカーも買い替えなさいみたいなこと言われてね、この間、この十何年間の時代ずっと僕はそれ感じてますね。僕の先生の森山大道さんは高級カメラが出てももちろん興味ないし、3万円のこんなタバコぐらいのポケットに入るカメラ今も使ってますよ、今日もね。問題、いい写真を撮ればいいので、画質は画質ってそれぞれあるでしょう。お金出せば画質はね、得られるかもしれないけど、写真も画質も大事だけど違うことも大事なんですね。だから皆さんこうデジタルにこう行く時代だけど、僕も iPhone いっぱい使って撮ってるけどね、フィルムがいいとかどっちがいいじゃなくて、彼女が言ったみたいにそういういろんなものがある時代だから、それをもう全部考え合わせるね、ブレンドしちゃうっていう、シャッフルしちゃうっていうのもありですよね。どうですか、そういう、はい、うん、まあ、いろんな意見が出て面白かったです。
あのさっきの一人の前川さんでしたっけ、ピザの配達の途中に変なものを発見した、それで取りに行ったっていう、これテーマですね、うん、きっかけがあった、そうやってある人もいるけど、じゃあこっちから聞こうか。宇津木さん、テーマなるなんかきっかけって何ですかっていう。私は人物もなんかセットアップの写真も非演出の写真も混ぜ込んで制作しているので、もう選択肢は全て自分の気が惹かれた全てを切り取っている、取りこぼしたくないっていう、自分が反応した全てをこう、なんだろうな、自分が生きている中で出会った全てを残したいっていうので、特にこだわっての被写体の選択はないんですけど、でも自分が撮っていて一番楽しいのはやっぱり人間だなって思います。なぜなら私のコントロールを離れてくれるからですね、自分以外の人を撮るということは。ちょっと補足すると、彼女の写真はこれもそうですけど、まあモデル的な、まあ、友人なのか人たちがいて、その人との関係の中でいろんなとこに行ってるかな。そうですね、うん、撮影地もバラバラで地方で、これそう、はい、そうです。6点も買い上げられた。あ、しかもその6点がちょうど演出と非演出大体半々くらいでご購入いただいているので、まあ分かりにくいけど、後で皆さんね、あのこれフリーペーパーですから見てくださいね。なんか被写体を限定してしまうとすごくコンセプチュアルな部分からスタートするのもありだとは思うんですけど、私はそのライフワークとして取り組んでいる有名は自分の生き方そのものを撮りたいので、最初からその被写体を限定して撮りたくはなくて、だから自分の目に映ったもの、自分の気が引けたもの全てをもうとりあえずもう片っ端からシャッターを撮る、そして撮った後に選択をする。あの以前あの前回のサテライト展のアーカイブを拝見して、あの瀬戸さんが確かおっしゃってたんですけど、その何を選択するのか、セレクトも大事だっておっしゃってて、本当に私はそのセレクトの段階で自分の作品を構築している部分があるので、あのアーカイブ拝見してやっぱりって思いました。あのね、写真と他のジャンルの違いってあるとしたら、写真ってね、何もやってないの僕ら。ヨドバシカメラで買ってきた機械で指一本で押してるだけなの、目使って。あと何やってます？絵描きはちゃんとやってるよ、手使ってこう描いて、どう描こうかとか、彫刻か削ったり、そういうこと僕ら一切やってないのが写真なんです。じゃあ何をやってるかっていうと、選ぶことしかやってない。この世界のものをね、どれをが欲しいかね、これが欲しいって、これが欲しいと、このシャッターを押して、それを持って帰りたい、うん。何もしてないんだよ。拾いに行くだけの風景とか、いろんな 目に見えたもの。これ、現実っぽいけど、現実じゃないよ、家に帰ってきたら。ね。幻かもしれないと僕はいつも言ってんだけど、それ見たという、見ちゃったの。見ちゃった自分がいるから、それ写真っていう、機会がなかったら、それできなかったのに今できる、ね、暗い中も映るようになった、それ見ちゃった自分のために写真を撮ってるんだと思うんですよ。それ持って帰ってくる。で、彼女の場合はそのいろんなこのワーク、いろんな、なんていうの、作業の中で、まあ、見出したものをやっぱり選び出すっていうお話だったと思うんですね。だから選ぶ力がなかったらもうやんない方がいい、無理、うん。だから選ぶ力を磨くしかないし、街歩く時みんな選んでんだよ、選んでものを見てると思うんだよ。で、選んで写真撮ってると思うんですよ。そこで選ぶ力がなかったら写真は当然ですけど無理ですよね。他手使ってないから。だから選ぶ力を身につけたら逆に最強です、うん、人が見えないものがもし見えたら最強ですね。
まあまあまあ、僕の持論なんですけど、そういう見ちゃったっていうそのことのねやばさです。あと皆さん何かありますか。はい、はい、あ、マイク、あ、すみません、質問失礼します。この中で写真で生計立ててられる方っていらっしゃいますか。まず一つ目なんですけれども、いない。皆さんじゃあ写真以外に仕事やバイトがあると思うんですけれども、それを差し支えなければお聞きしたいのと、そういう他にやることがある中で日常の中で写真を撮る、あるいはその編集だったりプリントだったり、そういった行為にどれぐらい時間をかけられてますか。例えば1週間の中で土日は必ず撮影してますとか、1年の中でもいいんですけれども、1ヶ月2ヶ月は仕事休んで作品制作に没頭してますとか、まあ、どれぐらいその写真に取り組まれているのか、本業と合わせてお聞きできれば嬉しいです。一言ずつね、生活の中で どの程度の写真に関わってるかっていう質問かな。どうぞ。自分この尾道は写真集作ったんですけど、写真集作ってる時は、印刷会社で働いていて、で今は写真工房っていうか学装工房で働きながら、まあ、バイトなんで週4で働いて、であと週3で写真の満室だったりとかプリントとか撮影をやってるっていう感じですね。かなり全身全霊で臨んでる感じですか。そうっすね。なんか仕事は、まあ、元のバイト全然違うことやったんですけど、でも写真になんか返ってくるものとか、あと知識とか技術とかっていうのをつけるために仕事をやってるっていう感じです。ちょうど昨日飲み会でそういった話をちょっとお友達としてたんですけども、そうですね、まあ僕は写真、作家としての写真と整形としての写真っていうのは別に一緒じゃなくてもいいと思っています。で、これは僕のあれな、個人的なあれなんですけども、そうですね、まあ僕の撮るスタイルはそのピザ配達して、で終わった後に撮るとか、例えば終わるのが8時ぐらいですかね、夜の。まあひどい時は11時とかまで行くんですけども、まあそこから車飛ばして行くというスタイルになってるんですけども、なんというか、まあ一日仕事して働くと自分にエンジンかかるんですね、ぐるぐるって。そのエンジンのまま、車飛ばして撮影して撮りに行くっていうスタイルになってるんですけども、で逆に何もない日、休日の日に撮りに行こうかってなるとあんまり力は合わないですね。なんかその写真とは関係ないなんかエンジンっていうのがあって、それを回すことによってなんか写真の方に向いていくというか、なんかそういった、要はそうですね、まあ、働きながら撮るっていうのが、まあ、今いろんな作家、絵でも写真でも結構いると思うんですけども、僕は今そういう時代なんじゃないかなと思ってます。写真家が作家として生計を立てていくっていう人はあまりいないと思うので、なんかそうじゃないやり方っていうのが今重要かなと思っています。配達の途中で撮っちゃダメなの。あ、ダメです。ダメです。めちゃくちゃ撮れるじゃん。もう配達が楽しくなる。いや、もうめちゃくちゃ楽しいですよ。配達して、あ、なんか変なのあったなって思ったら、パッと携帯出して、Google マップ開いて、パッて、お気に入りボタン押して、で、配達しに行くとか。あとたまに、そういった家の人に届けることがあった。その場取れるよ、それは。配達した後だからって言って。まあ、配達だけじゃなくても、普通に取りに行った時もある。あ、もうなんか声かけたら中入れさせてもらうとかってのがあったりとか。なんか、結構いい人が多いんですね。なんかエナジードリンクをくれたりとか。そういう、なんていうのね、なんか、あんまり公私混同したくないんですけども、でもなんか、そこになんか、そこ繋がってる部分があるというか、なんか、
こでいろんな話。どうぞ。僕配達してる途中で撮ってるんだと思ってました。僕はバイトの内容は特に決まってなくていろいろなんですけど、なんか休憩時間に近くをこう歩いてたりして面白いなって被写体を見つけると集中的にずっと撮って、その中からいいのを選ぶっていうこともありますね。なので、まあ、空いてる時間割と撮ってたり、まあ、撮ってる時だけが写真と向き合ってる時間ってわけじゃ ないと思うんですよ。その選んだりとか、昨日選んでいいって思ったセレクトが今日見たらあれ全然っていう時もあったりするので、なんかあこれ答えがちょっとずれちゃってるんですかね。なんか、はい、あのそうですね、なんか写真と向き合ってる時間っていうの自体は結構あるのではっていう、あのバイト中とかもずっとなんか今日帰ったらあそこ入れ替えないととか思ったりはするのでっていう感じです。So I work full time at a physiotherapy clinic, as a kinesiologist. 自分は正社員として今フルタイムで働いていて、介護関係の施設で働いてるんですよ。 So whenever I'm not working, I'm either planning a photo shoot, doing a photo shoot, or editing photos from the photo shoot that I've done. 仕事がない時に写真について何を撮ろうかって考えたり、写真を撮ったり選んだりしています。 And I also agree with the sentiment that, my work is very separate from photography, which, because I know a lot of my friends who are professional photographers, and they don't have time to do personal work outside of their photography work. So my goal is still to become a professional photographer, butOn my own terms, where I enjoy what I'm creating and making. May I ask you one more question? Why did you switch to digital? Oh, there's a lot of reasons. Film was getting very expensive, and also.The types of shots that I was trying to get, I couldn't do them with film. So, I was shooting a lot at nighttime, and then a lot of motion, and it came to the point where I wasn't getting the shot that I wanted, and that's when I knew that I had to switch. And I was never like a film purist or anything, so it wasn't difficult to switch. And I take a lot of inspiration from Daido Moriyama, so I also use just like a very cheap digital camera. So.私は今もともと写真学科を卒業しているので、あの写真学科の授業補佐として今働いているので、まあ制作する時間としては、なんだろう、その自分がただ単に写真と向き合うだけではなくて、その学生だったりとか、その自分とは別でそのそれぞれ作品を制作している人とのコミュニケーションを取るっていうことだけでも私は結構勉強になるって思っているので、そのまあ授業をしながらそのまあ学生とコミュニケーションを取ることによって、まあ自分が次何を作ろうとか考えたりだったりっていうのをしていたり、あとはあのまあどんなに忙しくても最低あの1週間に1回は絶対に制作をしようっていう日は確実に決めていて、あとはその自分が次出したいコンペだったりとか、そういうものがあるときはそれに向けてあの動いたりだったりとかっていうの
感じなので結構、まあ、ちょっと不定期になりがちではあるんですけど、あの最低、まあ、1週間に1回は制作する時間を確実に設けようっていう感じで今制作をしています。自分は倉庫でアルバイトしてるんですけど、週、まあ、5か6でバイトして、で余りの1日が遊びに行ったり、まあ、なんか買い物行ったりとか、まあ、フリーな時間があって、その合間合間で、まあ、撮りたいなと思ったら写真撮るっていう感じで、で、まあ、絵描いたりしてるんですけど、それはだいたい夜中は、まあ、無限に時間あるんで、その時間に描きたくなったら描くっていう感じです。私は以前まではタクシーの運転手だったんで、まあ、あの確率勤務って言って 1.5 日ぐらい働いて、その次の日はお休みだったりするんで、まとまった時間が取りやすかったんで、それを使って、まあ、ちょっと遠くの温泉地まで行って撮影をするっていうようなことをやってました。はい、そんな感じです。普段は不動産関係の、会社で仕事をしてまして、土日が休みなので、だいたい土日に、写真を撮りに行くことが多いです。まあ、なんかこう締め切りというか、なんか出したいこう、まあ、コンペとかがあれば、それに向けてちょっと集中的に撮ったりとかするんですけど、まあ、ちょっと気分的というかによってはあんまり撮らなかったりとかするので、結構まムラはあるかもしれません。商業カメラマンではないんですけど、私の作家としての写真を好きだと言ってくださる方からご依頼いただいて、ダンサーさんだとか作家さんだとかの撮影をさせていただいたりとか、あとフライヤーの制作をしたりというのをフリーで請け負っていて、まあ、それだけでちょっと難しい時は単発でバイトに行ったりというふうにして生計を立てています。で、写真は日々の中の違和感を切り取りたいので、もう外出するときは常にカメラを下げていて、ノーファインダーとかでもシャッターを切るし、もう自分の違和感が引っかかったところは片っ端から撮るという形で、非演出の部分はいつでも拾えるように準備をしていて、演出の写真はモデルさんにお願いすることもあったりとかするので、 2,3 ヶ月ぐらい前にも日にちを決めて、ロケハンとか衣装制作だったりとかセッティングとか制作面はもう全部一人で受け負って、そこで撮影をさせてもらったりとか、あと遠方に一人で行って、もう当てもなくとにかくひたすら歩いて写真を撮るという制作をしてて、基本的にはプリントを月に1回まとめてやって、そこで精査をしたりとかはしつつ、だいたい常に制作はしてます。ちなみにどれぐらいもうそういった生活されてるんですか？2018年に写真教室に入りまして、そこから特に活動的に写真を撮っているので、大体4年ほどになります。ありがとうございます。昔から言われてるんだけど、昔からもう大問題です。写真家だけじゃなくミュージシャンもそう、どうやって食べていくのってよく言われるね。まあ、僕らの先生方、かすみを食べて、ね、生きてたっていうか、生きられるらしいよ、空気吸って。で、僕はバイトしたの1回だけなんですけど、ほとんど写真でのアシスタントとか、それは一石二鳥じゃない。勉強しながら、経験させてもらいながら、お給料安いけど、覚えることと、そこで写真関係者との出会いが、ね、こうあって、その後フリーになった時に自分が仕事にスッと入れるようなことをやっていたから、当然貧乏でしたよ、20代。それはしょうがなく。でも若い皆さんはそれ耐えうるから、どう考えるか。それともう一つ気になるのはね、写真やってる人、いろんな人を見かけたけど、しっかりやってる人って意外と公務員なんですよ。しっかり金曜日まで働いて、土日ね、例えば鉄道マニアだと鉄道取りにもお金もあるから、ある程度
もう撮り放題みたいにして写真やって、でまた働いて、で公務員の人たちはまあ安定してますよね。写真撮るには安定が必要なの、心の安定とかいろいろね、それもうみんな不安定だよ、うん、でもそれもまたいい、不安の中で撮った写真は不安感だらけだから、それも青春時代だと思えば最高じゃん。もう二度と撮れないよ、安定した人は撮れないからね、うん、それはそれでね、笑いながら撮っちゃえばいいんだよ、うん、まあせいぜい30歳までね30過ぎてからちょっと考えようよ、それはちょっと大人と人間としてっていうか大人とし、ね、僕はそう30歳って決めてたよ、うん、昔はよく30で物にならなかったらダメだよねって、物になるって何かって言うと、ある程度例えば写真家になりたいんだったら写真で自活できる、それ大体30で、よくね先輩がこうなんか人に会った時、森山さんもそう、僕の先輩みんな言う、君今何歳だって言うのよ、今28ですね、フリーにまあそろそろなるんで28なんですけど、僕としてはすごい遅い、本当は25、6でフリーになってね活動したいけど、いろいろやってたら28になっちゃったの、今から考えたらまあまあかなと思うんだけど、それから慌ててニコンサロンに応募したりね、作品作ってどっかやったり、いろんなことを、まあ、30歳までにはなんとかね人に言えるようになったの、何してますっていうふうに、写真で食べてる写真家ですって言えるとか、それはねミュージシャンの人の悩みも絵描きもみんなそうだと思いますよ、うん、で会社辞めて写真に没頭したいって言い出した人が何人もいる、ね、俺辞めろって必ず言いますよ、ね、それは気持ちは分かる、ね、会社もう辞めたい、写真に集中して写真家になりたい、そんなのは3ヶ月もしたら写真でもう何撮ったらいいか分かんなくなるのよ、ね、一瞬のことで、そのうち不安定になってもうおかしくなるだけだから、ちゃんと会社に行ってね、ちゃんと働いてその隙を狙って、会社のなんか営業だったら営業の途中で撮るとかさ、ピザの配達の途中で撮るとか、何か工夫するとかね、やりくりをできるかがちょっと考えてやるしかないんですよね。まあ面白いテーマです他何かあるかな。なかったらですね、もう一方ゲストをお迎えしているので、その話を聞きたいと思うんですね。あそこにある2枚のあれ、ウクライナの、写真家からの送られてきた収蔵された作品なんです。その作家に会いに行ってきた渋谷さん、写真家です。どうぞ。ちょっとじゃあね、みんな一旦ねこっちに椅子持って引いて。どうぞ。せっかく、あ、入ってるんですね、これね。渋谷と言います。よろしくお願いします。渋谷さん、座って。はい、まあ、あまり時間はないらしいんですけども、せっかくなんです。撮ってきたばっかりの写真があるので、さっきコンビニでプリントアウトしてきたので、ここそれをね、ちょっとざーっと並べるので、うん、皆さんなんかこう、覗きながらでいいんで、見ていただけたらと。そうですか。じゃあちょっとその間になんとなく準備してください。すいません、清里フォトアートミュージアムの小川と申します。渋谷敦さんのご紹介を準備の間にちょっとさせていただきたいと思います。渋谷さんは1975年大阪府生まれです。96年、大学を休学して1年間ブラジルサンパウロの法律事務所で働かれました。1999年 MSF フォトジャーナリスト賞を受賞。国境なき医師団日本主催、野宿者の実情を取材したルポでした。
この受賞をきっかけにアフリカやアジアでの取材を始められ、現在は東京を拠点に世界中の紛争や貧困、難民の問題を写真と言葉で伝えていらっしゃいます。ヤングポートフォリオの収蔵は2000年、2001年、2002年、2003年、2005年、2007年で、全部で31点、清里フォトアートミュージアムで、収蔵をしています。で、受賞歴は、JPS 展金賞、コニカミノルタフォトプレミオ、支店賞などを受賞されています。2021年笹本、賞を受賞されています。著書も、出していらっしゃいまして、眼差しが出会う場所へ、越境する写真家として生きるを2019年に、それから、回帰するブラジル、2016年、希望のダンス、エイズで親を亡くしたウガンダの子どもたちを2015年に出版、今日という日を摘み取れ、2020年に最新刊を出していらっしゃいます。アフリカ、アジア、東日本大震災以降の福島、ヨーロッパの難民キャンプなどを旅しながら、人間を見つめ、人間から見つめ返される眼差しの十字路の情景を記録した約220点の写真と4編のエッセイを収録、しています。共著でファインダー越しの 3.11、みんな大切、世界人権宣言の絵本、最近の主な写真展は眼差しが出会う場所へ、渇望するアフリカ、これが2019年5月富士フイルムスクエアです。それから Go to the Peoples、人々のただ中へ、2020年11月にキャノンギャラリー S、 そして、最近では2022年10月ウクライナ写真展 A Mind of Winter、2022、という、個展をやっていらっしゃいます。ちょうど準備ができたみたいなのでどうですか、大丈夫ですか。はい、じゃあ渋谷さんにマイクを。最近ウクライナから帰ってきたそうで。そうですね、年末に、クリスマスに帰ってきまして、2回目だったんですけど、まだ全然発表してない写真ですね。キエフ。いや、もう結構東と南の全土前線まで行って撮ってます。なかなか、例えば大手のメディアでもなかなか入れないところまで行ってるので、それなりに危ないんですけど、写真的にはいろいろ撮れたかなと思いますね。受賞者の2人はどこの人たちなんですか。そうなんです、これね、ハルキウっていう東部の、ハルキウ東部場所で、これ実はきっかけは10月に生徒さんもつながりのある女性で、神津さんという女性がいて、はいはい、教え子さんですよね、はい、で彼女がギャラリーをやってて、そこで写真展をしたんですね。でその時に清里の方が、来ていただいて、で僕がもうちょっと若い人のなんか話を聞きたいという話したら、そのハルキウに、そのヤングポートフォリオの作家がいるということで、で紹介してもらったんです。で実際彼らに会いました。これね、ちょっと見えないかもしれませんけど、ちょっと持ってもらっていいですか。そうそう、ハルキウフォトグラフィース、スクールオブフォトグラフィーっていうのがありまして、それの、結構2、30人いるんですけど、そのコアのメンバーの4人、4、5人かなに会いました。で、このイゴールっていうのとオレクシーっていうのが、これかな、イゴール、オレクシー。で、セルゲイっていう、結構兄貴的な中心メンバーの人いて、で、ブラッド。で、この2人はね、過去の、ヤングポートフォリオの、その、購入された作家ですね。僕もそうなんですけど、で、彼らと一緒に、四五日ですけど、フィールドトリップしたという、すごいタイミングが良かったんですよね。僕がキーウに入った時と、セルゲイっていうのはドイツに住んでるんですけど、ドイツからキーウに来て、でハルキウに移動する時にピックアップしてもらって、そのままぐるっと回りました。でハルキウっていうのは、激戦地で、大丈夫ですよ。そうですね、これなんか
こんな感じで取材してるっていうのを分かりますんで。でハルキウっていう場所は本当に毎日砲弾が飛ぶ町なんですけど、まあ、9月まで占領されてて、それがちょうど解放されたでっていうのもあって、そこに行って、でそこからさらにヘルソンっていう南部の場所も、まあ、解放された直後だったんで、まあ、一緒に行って、まあ、こういうなんかこうロシアのね戦車のが残ってたりとかですね、あとこういう家畜が殺された、まあ、こういう生々しい感じが残ってました。でこれのねこれ飛行場で撮ったんですね、ヘルソンっていう場所で、これはね、まあ、本当にもう空港っていうのは、まあ、重要な拠点なので、まあ、そこでむちゃくちゃに破壊されてるんですけど、まあ、この撮影をしてた直後に僕がいたセルゲイとか一緒にいた場所でですね、本当に1キロか2キロぐらいの離れたところで6、7発ミサイルが落ちて、本当にその時はちょっと焦るどころじゃないですよね、なんか狙われてるんじゃないかなと思って、もうセルゲイとこう地面にねで目が合うんですよ、こうやってでちょどうするみたいになって伏せろみたいな、でも滑走路にいたから隠れるとこないんですよね、でなんか見られてんじゃないかなと思って、とにかくこっから離れようって言って逃げるんですけど、周り地雷がいっぱいあるんですよ。地雷って言ってもね、なんかこう埋まってるもんじゃなくて、あの置いてある対人じゃなくてね、対戦車地雷なんですよ。イメージとしてはね、あの掃除機あるじゃないですか、あの自動で動くやつ、はい、あれなんて言うんでしたっけ、ルンバ、そうそう、だから帰国してね電気屋さん行ったらルンバ置いててね、もう地雷に見えたの。でそういう地雷がねこうあちこちにあの転がってる中、こう逃げてね、でとにかくちょっと今日はあかんってことで町に帰ったり、まあそういうふうにして取材をしたんですよね。で、あの彼らはですね、あのまあ彼らがっていうよりか、あのハルキウにこの50年ぐらい前からそのハルキウスクールオブフォトグラフィーっていう、のがあって、で初めはまああのなんか学校があるのかと思ってたんですけど、これ学校じゃないんですよね。あのセルゲイに言わせればフェノメノンと、まあ現象っていうか、あの社会的ななんかやり取りはあるんですけど、実際になんかこう固定された学校とかあるわけじゃなくて、彼らの中になんかこうあの活動してるわけなんですよね、うん、現象だったり、彼らが活動写真的な言語を使って自分たちのなんかこう価値とか、考え方を社会に発信していくと、まあ、そういう活動ですよね。で今までは特にあのソビエトの時代に彼は非常にこう権威的な社会で自分たちの生き方を規定されてた。でそれをやっぱり写真でなんか突き破りたいと、まあ、ディスコースっていうかね、自分たちのこれからの生き方を自分た写真というあの表現を使って、まあ、自分たちで規定していきたい、自分たちで決めていきたいと、そういう思いで多分初めてなんだと思うんですね。すごいこう検閲とかこう上からのこの圧が強い社会で、ウクライナがいろいろあって、で戦争状態になって、でもその中で活動を続けていく中で、このイゴールとオレクシーは写真を制作をしてたんですけども、その最中にもっと最悪な状況になっている。それがあの去年起こった戦争ですね。でその中で、その前はですね、戦前はですね、もうちょっとアーティスティックというか前衛的な表現活動してたと思うんですけど、写真を見たらね、もうやっぱりそうは言ってられなくなって、もうやっぱり今この状況をとにかく記録しておかないとっていう思いで、彼らも写真撮ってましたね。でデジタルじゃなくてね、彼らはフィルムで使ってました。あのソビエト時代のパノラマカメラ使ったり、オリンパスペンのなんかハーフのねカメラ使ったりして、うん、なんか僕が見てもね、あんまりなぜそういうカメラ使うのかという質問はちょっとまあ愚問のような気がして聞かなかったんですけど、それをねなんか本当に3つぐらいこれぶら下げてね、3段ぐらいでそれぞれこうやってね、で砲撃があるような現場でも、まあ、慣れてるわけじゃないと思うんですけど、
さすがにセルゲイも俺はリスクを犯したくないからとか言ってる割には前線に結構行くんですけど、その中でもね結構カメラをね使い分けて、まあ状況によってシャッター速度とか遅いわけですよ。でもそういうブレてもいいし、露出もなんか合ってるのかよくわからないような中で、時々僕にちょっとわからないときはこれ露出どれぐらいって聞いてくるんですよね。で僕がデジタルで測って多分60分の1ぐらいでいいんじゃないとかね、まあ、そういう感じでやり取りしながら、まあ、撮影をしてました。で今日はあんまり、ね、時間がないんで個々 の説明とかはウクライナのこととかはちょっとあんまり触れませんけども、まあ、僕としてはこう清里の銃もね昔購入してもらって、でそれでつながりからウクライナにいてね、で写真を通じて、まあ、こういう写真家同士の交流があって、でそれはすごく良かったなと思うのと、やっぱりねこの戦争が終わったらですね、やっぱ彼らの作品すごいんで、もうそこにいる人たちなので、これをねぜひ日本でまあなんか紹介するような機会を、まあ、作っていくのもある種僕の何て言うかな、与えられたというか、まあ今回の縁でねこれを大事にして、まあ何年か後に戦争終わったら、彼は今男子なので、成人男子は国外に出れないんですよ。なので今すぐに来るのは難しいかもしれませんけど、もっと作品を貯めてもらってね、で応募してもらって、で購入してもらったお金でまた活動を続けられると思うんですよね。しんどいと思うけど、でそれでいつかね日本 でここでもいいしね展示してもらって、まあ、僕が代弁するんじゃなくて彼らの生の声を聞いてもらえるような機会をぜひ皆さんに作っていただけたらなと思ってます。大体こんな感じ。また何か質問とかあれば。はい、はい、ウクライナ、僕すみません、報道でされていることしかわからないんですけれども、はい、今クリスマスとか電力会社を攻撃して、うん、まあ、都市を停電するわけじゃないですか。で渋谷さん今デジタルで撮影されているところなんですけど、ご自身がその電力難民になる恐れはなかったんですか？そうですね、1週間とか電気なしってことはないんですけど、電気がない状態というのは常にそういう状態で、だからバッテリーを結構持ってきました。それはあらかじめそういうふうにもう想定してですね、はい、モバイルバッテリーありますよね、はい、で僕は、まあ、今回は富士のカメラ使いましたけど、タイプ C のコードで2万アンペアぐらい、ミリアンペアぐらいのモバイルバッテリーを3つぐらい持っとけば、だいたい1週間ぐらいは電源なしでも撮影はできます。ちょっとカードがねやっぱり溜まっていくので、カードがいっぱいになった時にじゃあパソコンに落とすとかね、まあ、そういう電源もまあ必要かもしれませんね。昔フィルムだったら他の人メンバーは全然困ってなかったです。だからいいね、フィルム。そうですね、フィルムはやっぱり強いなと思いましたね。ウクライナって国内にも親ロシア派の人たちいたりするんじゃないかっていうか、うん、なんかそういうことも書いてあったりするんですけども、実際行ってみてそういう人たちってどれぐらいいるものなのかな。今会うことはないですね。もうそういう人たちは捕まったり追い出されたり逃げたりして、もう身の回りにいることはほとんどないと思います。まあ、裏切り者扱いされてますよね。それ魔女狩り状態っていうわけでもないんですか？いやもうそういう抽象的な感じじゃなくて、まあ、ちょっとこう罪問われると思いますね。まあ、あるいはもうひっそりもうちょっとコミュニティからちょっと差別されてっていうかね、離されてひっそり生きてるか、まあそれは話題にはなりますけど、僕は直接会ったことはないですね。日本にもいますけどね。写真の話に戻るんですけど、2枚の写真、ウクライナからの写真なんですけど、他の写真と何が違うと思う？まずモノクロであるね。あと何が違いがあると思う？ね、僕は随分この清里のコレクションを見たんですけど、いつも感じるのはウクライナの隣はポーランドなんです、ね、昔東欧って言われていた東ヨーロッパのところなんですね。で実は
なんていうのかな、写真というのは意外と昔から盛んなんですよ、うん、映画とか、ね、それを見ていつも感じるのは写真が暗い、ポーランド、ウクライナも、うん、それはね、なんでかなっていうのが、一つは寒い、ね、風景も寒々としてて、あの暗いんですよ冬なんか。そういうことがこう心っていうか人間に影響してるのか、あるいは政治体制がね、長年あの、まあ、僕らからしたら閉ざされている向こう側なんだけど、そのせいなのか、あの辺りの写真、あの東ドイツだったところの写真もみんな似てるの、うん、なんでだと思う、なんででしょう。あの似たような質問を僕も彼らに 1,2 回 しました。でキーワードとして僕が覚えているのは、やっぱりソビエトの時代にやっぱりあの表現の自由がやっぱり奪われているわけですよね。でその中でもあのそういうセンサーシップって言ってましたけど、そのセンサーシップを、くぐり抜けて、その 反体制的というか、その、彼らにそのあの反対の批判するように見えないようなスタイル、かつでもあの見る人が見ればそれあの批判のメッセージが込められてるっていうような取り方を努力してたみたいですね。まあ、彼らの親分的なあのボリス・あのミハイロフっていう、まあ、ウクライナでおそらく一番有名な写真家がいますけれども、彼の写真なんか見ても、まあ、彼は写真はちょっと突き抜けて明るい、逆にあの明るくなってますけど、あの見てたらやっぱりそういうメッセージっていうのはその写真の中にこう何重にもこう隠されてると。それをファッション雑誌なんかでもの体裁を取りながら、実はそのモデルの向こう側になんかそういう破壊されたなんかこう建物が写ってたりとか、なんかそういう撮り方をしてる中で、ちょっと写真がどうしても抑圧的なイメージになっていったのかっていうのはありますね。まあ、あとハルキウっていうのは僕今回行って分かったんですけど、あのすごい工業都市でもあるんですけども、ウクライナで、まあ、彼らが言うには一番あの文化とか芸術に、まあ、こだわりというか一番それを誇りに思っている街だそうですね。だからそこでボリス・ミハイロが生まれて、で第2世代第3世代という、まあ、写真芸術、まあ、写真の思想学校だと思うんですけども、そのハルキウスクール・オブ・フォトグラフィーで彼らの、 その、まあ、代々あの写真芸術表現が受け継がれているというのは前は分からなかったですけど、今はあなるほどなと。ロシアに近いゆえにものすごい影響を受けてて、特に社会 の、 あの生活の中でも抑圧されたり自由の表現をできなかったと、まあ、その裏返しとしての今なんかこう気持ち、自由を渇望するような気持ちが写真とか、まあ、他の表現活動にも、向いてですね、まあ、それが今もう爆発してるんじゃないかなと、まあ、僕は感じました。他皆さん何か聞きたいことありますか。今みたいにね、写真って そのお国柄じゃないけど、みんなあの、まあ、今の場合は政治体制に影響されたり、あるいは自然環境に影響されたり、国によってね、その色があの必ず出るんですよ。写真はすごくあのはっきり出ますよね。あの、まあ、最後にちょっと僕が付け加えるとしたら、まあ、この全体の戦争とか戦況について僕は専門家じゃないので語れませんけども、あの僕が行ってやっぱり肌で感じたのは、彼らのそのなんか自由っていうその価値っていうかな、考え方に対しての思いって、もうこれちょっと自分たちの本当に何かな、もうそのために戦争してるって言ってもいい過言じゃないぐらいですね、あの戦ってて、それをすごく逆に教えられたというか、自分にとって当たり前のようにある環境っていう中でそれを深く考えるのは難しいんだけれども、彼らみたいに、まあ、ものすごい今までもずっと制限されてきたし、でも今究極に奪われた中で写真、その中であえてっていうか、あの別に軍隊に行くわけでもなく働くわけでもなく写真を続けてるっていうのはすごいなと、まあ、そのモチベーションみたいなものは何なのかなっていうのを
まあ、ちょっと僕も帰国したばっかりですけど、なんとなくそういう自由についてちょっと考えたりもしてます。そのことを皆さんもちょっと片隅に置きながらニュースとか見てもらったら、まあ、彼らのなんかなんかなこう抵抗する力の源になっているのはそういう自由になんかつながっている何かがあるんじゃないかなとちょっと思い出してもらえたらなと思ってます。今何時？ 6時半ぐらい。こんな感じでいいですかね。すいません、まとまらない話で。一番最初ですか。あ、でも言われたら、あの僕がその JPS のなんかで金賞をもらった時に細江さんと会って、あの帰り上野のなんか博物館から授賞式から上野駅までね、あの2人であやい傘しながらね歩いた記憶があります。でその時になんかね清里の話された記憶があるようなないような。でも、まあ、僕の周りにあのやっぱりあの例えば亀山亮君だったりね、あの同じようなあのモノクロ あのドキュメンタリー写真やってる仲間がいて、まあ、彼らといろいろ情報交換してたかもしれません。でそれで 4,5 年は買ってもらってたでしょうか。で次第に、まあ、僕もヤングじゃなくなってあの応募しなできなくなりましたけど、そうですね、あの時撮ってた写真っていうのはどれも自分の中でも強いあの写真が撮れてたなと思いますね。あのやってる人そのものがもう少ないと思います。もう僕も周りにあまりいないんで。どうしてでしょうかね。僕は思うにはね、はい、昔は報道カメラマンがいて新聞社があって派遣されていち早く現場に行った、ね、今は行く必要なくなっちゃったわけですよ。一番現場にいる人が携帯持ってるから、もうねもしかしたら報道というそのジャンルはもういらないんじゃないかと、極端に言うとね、もうみんなが報道カメラマン、それもものすごくリアルな写真がその目の前で撮る、必ずいるから人が。そうですね、うん、そうなんですよ。それにはやっぱりかなわない部分がありますから、ね、わざわざ出かけて行ってっていうことがね、もう時代的に合わないんじゃないかなと思うんですね、うんうん、で実際応募が少ない、うん、そういう方向に向かう、まあカメラマンとしてのあの人たちが減ったのか時代がそうさせたのか、うん、まあ、よく経済的な面はねやっぱり理由として挙げられますし、まあ、それもあると思うんですけど、やっぱりねさっき瀬戸先生がおっしゃってたように音楽家だミュージシャンであれ、まあ、若い写真家であれ、僕も30半ばまでアルバイトしてましたけど、まあ、やろうと思ったらあのどんな手段を使っても霞を食ってでもねできると思うんですよね。ただそんなことはもう20年前から言われてたので、今状況が良くなってるかというと、まあ逆に悪くなっているので、これはちょっと僕は答えは持ってないですけど、ただ自分がここまでやっぱり続けてるのは明らかにこの仕事に価値を感じてるしやりがいを感じてるからなので、まあどんだけ生活が苦しくても行く価値のある現場だと思うし、ウクライナもやっぱり行かないとわからないし、行って、まあ、なんていうかな、うん、写真家としてもそうだし人間的にも学ぶことはたくさんあるし、この戦争は、まあ、放っておいてはいけない戦争だと思うので、これを自分ごとにグッと引きつけるためにやっぱり現場に行かないと撮れないっていうその写真っていうのは、これはそういう写真家がやっぱり何人かはねあのいつの時代もいてほしいなと、ぜひ若い人にもあのこういう現場にもぜひ行ってもらいたいなと個人的には思ってます。あとそういう雑誌がもうなくなったとかあるね、そのドキュメンタリーの。僕もだからもう雑誌とかあのメディア既存のメディアで発表するという発想自体がもうあんまりもうないですね。だからこれはとりあえず個人で 100% 個人で行ってるので、行ってで1年か2年かけて、まあ、少しずつ発表して
まあ、全部開始するのは難しいかもしれませんけど、他の撮影とバランス取りながらこっちで、まあ、散財っていうか、こっちはもう何が何でも行きたい現場なので、そうやってバランスを取って続けています。だからピリッツァー賞はどうなっちゃうのかなとかね、報道のもう頂点にある、うん、ああいうニュース性の高い写真っていうのは常に新聞であったりインターネットで報道されると思うし、そういう写真が大事だと思うんですけど、僕はあんまりそういうところに興味はなくて、まあ最終的に何をしたいかというと、まあ、まずやっぱり写真展で、その先にはやっぱり写真集にまとめたいっていうのがあるので、一番そこが、まあ、ゴールというか、でもこの戦争自体がいつ終わるかわからないし、どういう終わり方するかもわからないので、やっぱりこれからどうまとめて、どのタイミングでどうまとめたらいいのかっていうのはちょっと僕もまだはっきりまだ考え中ですね、うん、なんかあんまり皆さんの創作のヒントにはならないかもしれませんけど、まあ、こういう人もいるということで、まあ、でも行ってきたっていうだけですごい、ね、大変なことですよ。あ、いいですか、はい、どうぞ。その現地行く上でどんな準備をされていくんですか、その保険とか、あのちょっとあれですけど、市民と結婚されてますか。そうですね、子供もいますね。そしたらその、まあ、万が一のことが想定しないといけないと思うんですけど、うん、まあ、どんな準備をして、まあ、そうですね、あの保険はもう効かないので諦めてます。効かないもんなんだ。まず国がいくらって言ってるからね、うん、そうですね。で、今回は12月は実はほとんど準備せずに行きました。あ、わざとですね。あの初めて行くときはだいたいリサーチしてこういう取材をしたいという、まあ、いろんなコンタクトを取ったりするんですけど、今回はこの例えば清里からあのハルキウの写真館のコンタクトだけはいただいたと。でもそこにね、なんかちょっと乗っかっちゃおうかなと、あのある意味その会ってどういうことしたいとかっていうじゃなくて、もうなんかどうなってもいいんで、どうなってもそのプロセスで写真を撮ればいいと思ったので、なんかその出会いの偶然性にちょっと身を委ねて、そこからどうなるかは行ってからのまあお楽しみじゃないけど、 ある程度そういう偶然的な要素の中で写真を撮ってみようかなという気持ちで行くと、なんか割とスケジュール的にもうまくはまってって、すごくそれが面白いっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、今回それがすごく見事にあの自分でなんていうか力入れずに前に進んでいったので、物事がその感覚がすごくね、あの充実感にちょっとつながった部分はあったと思いますね。手応えというか、彼らに会うまでそのメールなり電話なりこうちゃんと、はい、なんかまあ、WhatsApp みたいな、まあ、LINE みたいなもので、やり取りちょっと2、3しただけですね。うん、で何日にあの車で迎えに行くからと。で、合流して、そしたらもう、ね、なんか食事はおごってくれるわ、うん、ね、なんか宿代まで出してくれたりしてね、いやいや、それは僕、別にお金ないわけじゃないから、あの逆に僕が出すからって言ってもね、いやいや、あなたは日本からね、来てくれたお客さんだからって。まあ、それはもちろん清里のね信頼もあったと思うんですけど、あのぜひあのいろいろ案内するから伝えてほしいということでしたね。で彼らもやっぱり今日はあの1枚は最低いい写真を撮ろうぜみたいな感じでね、やっぱりすごいモチベーションが高いんですよね。でそういう写真家、まあ、割とそのアーティスティックな考え方をする写真家と動けたことは、そのジャーナリスティックな人たちと付き合いが多い僕にとってはすごく新鮮、あ、ここで車止まってここで写真撮るんだっていうね、なんかそういう新鮮なあの発見もありました。いや、向こうの人の彼らの方がびっくりしたと思うよ。来たんですかってこのセルゲイさんっていうのはあのね、さっきあの今40ぐらいの人ですけど、日本にも清里に写真購入してもらった時に日本にも来てるんですよね。でハルキウで、まあ美術まあ、写真美術館的なことを多分 したかったし、まあ、してるんだと思うんですけど、それがまあコロナと戦争で、まあ、ちょっと今止まってる。で、まあ、それはもう写真だけじゃないんですけども、あらゆる芸術活動、あの絵にしても彫刻にしても、その砲撃で破壊されてしまうので、あの避難させてるんですよね。だからもう全部
その展示とかそういうのは今取りやめになってます。まあ早く戦争終わって僕ら行きたいけどね、本当に綺麗なところらしいよ、田園風景がね、町もね、はい、うん、非常にその戦争状態っていうか戦争してるのにオープンなんですね。外国特に、まあ、日本人は特に親切なのかもしれません、もしかしたらできるだけジャーナリストにあるいはフォトグラファーにアクセスを提供しようと、もう必死になって用意してくれるんですよね。だからもっと戦争って隠したり制約したりするもんだと思ってたら、そのウクライナに関しては自分たちはね、ロシアみたいな国にならないために戦ってるっていう以上、やっぱり民主的なアプローチだったり自由の価値観を重んじたり、そういう前提で、まあ、本当に末端までね、そういうなんかこう浸透してるんですよね。なので僕も、まあ、居心地がいいというとあれなんですけど、本当に家族、妻とか子供がいなければちょっと僕ウクライナ住んでたと思いますね。それぐらい素晴らしい国でやりがいのある現場だと正直に感じています。僕隣のポーランドに行ったことあるんだけど、街も綺麗ですよ。外郊外に出るでしょ、写真撮りにくい。なぜかっていうとみんな水平線なの。山があるとかなんかポイントがあれば写真撮りたいけど、でどこ行っても水平線なんですよ。風景撮るとこうポイントがない。本当ですね、うん、ウクライナはさらにでしょ、フラットです、うん、行っても行っても水平。まあ、不幸なことに今はね、とにかく状況がその悲惨なので、まあ、常にその風景なんかに目をやる暇がないぐらい現地の、まあ、状況、いくらでも写真を撮らないといけない状況があるので、あまりそこは気にはならなかったんですけども、多分夏とかに行くと一面、まあ、ひまわり畑なんですよね。そうですね、うん、パノラマに合うようなパノラマ。さてそろそろ時間ですので、はい、すいません、どうもありがとうございました、はい、終わりました。じゃあ YouTube 聞いている皆さんもぜひ応募してみてください。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。